久保さん、めちゃくちゃ寒いっす。朝ね、寒すぎて起きれない。鹿児島はこ,こ,こちらですね、山に囲まれてまして、寒いっすね。異様に寒い。<laughs> 朝、クソ冷えますね。なんか、鹿児島ってあったかいイメージあったんですけど、まあ、住んで6年ですけど、あの、確かにね、夏とかはすげえ暑いんですけど、 あ冬はね、普通に寒いっすね、朝とか。なんかすげえ芯から冷えるというか、田舎ならではというか、うん、なんか、寒いっす <laughs>。なんか久保さん、あの、セールスするらしいじゃないですか <laughs>。今年も終わりますからね、まあ僕も明日からセールスなんで、ちょっと頑張らないと。明日からセールスで、まああとね、 クリスマスイベントもあるんで、クリスマスでしょ年末最後、またセールスかな。まあちょっといろいろとまた駆け抜けていく感じですけど。まあ何のためにやるかっていうと、まあ売り上げ上げるためにね、あの、いろいろやってるんで、うん。まあ結果が全てですからね。まあこれはもう叩き込まれましたからね。結果が全てっていう。何やっても、ど何やらなくても、 結果が上がってんのか上がってないのかっていうのが全てで。だからまあ、いろいろや、まあ、これは、じゃあ結果が全てなんだけど、結果を出すために、いろいろやってみないと分かんないっていうところで、エジソン、エジソンもね、多分、一般の人よりめちゃくちゃ頭いい人だったと思うんですよ、エジソンって。多分。<laughs> 他の人より頭いいですよね、多分ね。そんな,そんな頭いい人は1万回やったって言っ <laughs> 言い換えればね。 一般の人よりすげえ頭いいのに1万回もやら,やらないと結果出せないみたいな <laughs>。電球作るのにね。<laughs> でもその結局1万回やった電球は100年間ぐらいね、語り継がれたですよね今 LED。今 LED になっちゃいましたけど。だからまあ、やってみないとわかんないですね。全部が。いろいろと手を変え、なおかえ、いろいろとやって、結果出るまでいろいろやるっていう。 な多くの人はなんか、うん、なんですかね、結果が出ないんだったらやらないみたいな。やらなければ結果出ないし、そう <laughs>、うん。まあ、とりあえずやってみればいいんじゃないかなとは思いますけどね。で、なんかその、久保さんは FX とかやってますけど、その FX とか投資に関しては、まあ、もちろんその、 デモトレード。お金がなくてもトレードみたいなのできるんだけど、デモトレード100万回やっても、まあ、お金は稼げないですよね <laughs> で。あとは、デモトレードで勝てるのと、自分の資金入れて勝つの、じゃあ、やっぱ重みが、メンタル的な重みも違うので、じゃあ、それが、なんだ、デモトレードで勝てるから、本ちゃんも勝てるのかっていうわけでは僕はないと思うんですね。もちろん応用は効くんだけども、全然メンタルが違う。例えば、 まあ、スポーツで言うならば、練習は強いけど本番弱いみたいな。例えば、100億円ベットしたら、多分、きついと思うんですよね。<laughs> でも、デモトレードで100億円ベットしても、何のエントリーしても何ですか何も多分精神的にそんな、あれじゃないですか、失ってもいいみたいな、別にデモだしみたいな話なんで。だから、常にやっぱ本番、売ってみるっていう、売ってみるっていうことが本番ですから、まあ、その、 その経験を積み上げていくっていうのが結構大事なんじゃないかなと思いますね。うん、そうまあ、なんだ、僕はネットの本当いいところがいつも思うし、これ言うんですけど、やっぱね、0円で何でもできるんで、手足しが必要ないっていうところは僕はすごく強みだと思いますし、その強みを生かさないんだったら、うん、なんかもったいないなと思うんですよね。うん 本当 YouTube ありがとうなんですけどね。YouTube とか、その SNS って無料で使えるんでね。うん。なんかこれがね、1本動画公開するのに、なんか100円必要ですよとか、なんか1000円必要ですよとか、ね、おみくじ引くのにね、神社行っておみくじ100円とか200円で売ってると思うんですけど、おみくじがタダみたいなもんですからね。引き放題みたいな。<laughs> <laughs> でも、おみくじ引くのに100円とか200円かかるわけじゃないですか。じゃあ、大吉引くまでね、お金投じないといけないじゃないですか。だからなんだ、おみくじただで引き放題 <laughs> ってイメージなんですよね。もちろん、大吉引けるかわかんないけども、ただで引けるんで、引いて、あ、ダメだ、引いてダメだ、引いてダメだってできるじゃないですか。でも、これがまた100円かかってると、ね、あの、お,お金の問題出てきますからね <laughs>。 無限に弾けるおみくじにしましょうか。いっってらっしゃい